アイテム番号 SCP-231JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-231JP はゼンマイが完全に溶けた非活性状態で保管してください。緩衝材を詰めた金属製の箱に収めサイト8181の施錠可能な低強緯度保管ロッカーに収容してください。取り扱い及び実験の際は防音密閉された部屋で行い、被験者以外は SCP-231JP1 が発する音を直接聞くことがない状況で行ってください。被験者が第1段階第2段階で実験を終了した場合、SCP-231JP の影響と思われる精神的症状が解消または緩和されるまで観察期間を置いてください。被験者を第2段階より先に進める実験を行う場合はセキュリティクリアランス3以上の職員の了承を得てください。その場合の実験は防音機能を備えた破棄。破壊が容易な実験用コンテナを用いて行い、被験者と実験用コンテナは実験終了時に確実に終了及び破棄してください。説明。SCP-231JP は収容当初は発見者の証言もあって、何らかの要因で対象の意識を失わせるオブジェクトだと考えられていました。しかし、その後の実験で対象を眠らせるオブジェクトであることが判明し、さらに影響下で長時間眠った対象を奇妙に変異させる特性が確認されたため、SCP ナンバーとオブジェクトクラスが割り当てられました。SCP-231JP は SCP-231JP1 と SCP-231JP2 の2つで構成されています。SCP-231JP1 は見た目は一般的な振り子付きゼンマイ時計です。SCP-231JP2には SCP-231JP1 に付属するゼンマイを巻くための合金製のネジです。SCP-231JP1 は SCP-231JP2 を用いてゼンマイを巻くことで活性化します。活性状態の SCP-231JP1 は、針が動く音と内部の機械構造が稼働する音を通常の時計よりもはるかに大きな音で発します。その音量は SCP-231JP1 の正面5メートルの距離で90デシベル相当が測定されました。SCP-231JP1 が発する音を直接聞いた聴覚を有する脊椎動物。以下、被験者。は急激な眠気に襲われ、被験者や周囲の状態に関係なく、その場で睡眠状態に入ります。睡眠状態に陥った被験者は現在のところ第4段階まで変化することが確認されています。SCP-231JP1 についての実験報告書。序文、被験者が SCP-231JP1 の影響を受けて変化する様子は現在のところは4段階に分けられていますが、第2段階以降の被験者の変化は非常に緩やかに進行します。また第2段階以降の被験者が変化する詳しい条件は現在のところ不明です。第3、第4段階の被験者は周囲にも影響を及ぼすため、被験者を第3段階以降に進める実験には相応の環境が必要です。実験環境が整っていない状況で被験者が第3段階まで進んだ場合は速やかに終了することが望ましいです。また第3段階以降に進んだ被験者にも寿命があると推測されていますが、老衰したマウスを用いた実験。参照実験報告書231から通常の寿命をはるかに超えて生存すると考えられます。以下、SCP-231JP1 の影響を受けて変化する被験者の様子を段階ごとに記載します。第1段階。SCP-231JP1 の影響を受けた被験者は、周囲の環境や被験者自身の状態に関係なく眠り始めます。この時の被験者の脳波を測定したところ、睡眠第2段階と同様の結果が得られました。被験者は SCP-231JP1 の発する音にさらされている限り眠り続け、
SCP-231-JP1 の影響が取り除かれない限り目を覚ましません。それ以外で SCP-231-JP1 の影響下にある被験者を目覚めさせる試みは現在のところ成功していません。睡眠中の被験者はリラックスした状態であり、食事など栄養や水分の摂取を行わないにもかかわらず衰弱の様子は見られず、発汗や排泄なども行いません。被験者は睡眠に入った時の健康状態を維持し続けます。被験者は SCP-231-JP1 の非活性化とともに睡眠第1段階と同様の脳波パターンを見せ、十数分前後で完全に覚醒します。覚醒した被験者は繰り返し SCP-231-JP1 の影響下での睡眠を得ようとします。その欲求は個人差はありますが SCP-231-JP1 の影響を受けた時間が長いほど強く、数秒から1時間程度では目立った影響は見られません。欲求が満たされない場合、被験者は精神的に不安定になり、激しい感情の発露が見られるようになります。また影響を受けていた時間は第2段階での経過時間も含まれます。この欲求や精神的な影響は SCP-231-JP1 の影響を完全に取り除かれた状態での時間経過によって徐々に解消されます。影響の解消を問わず、合計72時間以上 SCP-231-JP1 の影響下で睡眠を続けた被験者は第2段階へ進行します。第2段階。この段階の被験者は SCP-231-JP1 による催眠状態または睡眠時遊行症であると推測され、被験者は SCP-231-JP1 のゼンマイが切れると睡眠状態のまま SCP-231-JP1 のゼンマイを巻きます。この時の被験者に脳波測定を行ったところ、わずかに高いデルタ波が検出された以外は通常のレム睡眠と同様でした。この時 SCP-231-JP2 が被験者が使用可能な場所にない場合、SCP-231-JP2 は被験者の手元に瞬時に移動します。ゼンマイを巻くことが可能な被験者を拘束した場合、被験者は拘束を解くために肉体的に無理な行動を起こし、結果的に肉体を破損します。被験者がゼンマイを巻けない状態またはゼンマイを巻けない生物などの理由で SCP-231-JP1 の影響を30分前後受けなかった場合、被験者は覚醒し、第1段階へ戻ります。ゼンマイを巻き終えた被験者は、SCP-231-JP1 の音が聞こえる範囲内で可能な限り SCP-231-JP1 から離れ再び眠り始めます。第3段階。この段階に移行するまで被験者によって第2段階からの経過時間に大きく差異があり、最短の記録で48時間24分、最長の記録で167時間49分です。よって被験者が声帯や舌などの発声器官または積雪のクラッキングなどによって SCP-231-JP1 が稼働する音と正確に一致する音を発するようになった時点で第3段階に突入したと判断します。第3段階に突入した被験者は周囲の物体と同化を始めます。被験者の身体は接触している箇所から徐々に接触している物体に置き換わり、接触している物体には血管と同質の有機的な細い管が伸びていきます。その管は触れている物体の性質を問わず、侵食を行います。管を流れる液体は現存する生物のどの血液とも異なっており高い pH値を示します。またこの液体は被験者の種類や血液型を問わず同質のものです。また被験者の血液中には侵食された物体の成分が見られるようになることから、肝は何らかの消費活動を行っていると推測されます。第3段階の被験者及び侵食された部位に約3分以上接触した物体にも侵食が発生します。この侵食は被験者の心臓が循環させる血液量に依存していると推測され、被験者が人の場合、被験者から約、10メートルを超えた侵食は第3段階では発生しません。また生きた生物と SCP-231-JP1 にも侵食は発生しません。第3段階の被験者は外的な刺激に一切の反応を見せませんが、通常の生物と同様に終了させることは可能です。その場合、
被験者の生物的な部分及び有機的な肝と液体は急速に腐敗します。肝と液体は被験者とのつながりを絶った場合も同様に腐敗します。第3段階へ進んだ被験者から SCP-231-JP1 の影響を取り除いた場合、被験者は急速に第4段階へ移行します。第4段階、被験者の身体に時計の文字盤が生じた時点で第4段階へ移行したと判断されます。また第4段階への変化は、第3段階で SCP-231-JP1 による影響を取り除かれた場合を除き、第2段階から第3段階へ移行する時間より長い時間が必要なことは判明しています。この時点の被験者は、大部分の骨格と内臓を失い元々の姿を大幅に失っています。文字盤の発生した部位の内側には造血器官と推測される内臓の集合と筋肉で稼働する骨格が変形したと思われる石灰質の部品でできた機械構造が発生しています。この機械構造は被験者に生じた時計を稼働させると同時に、心臓に代わりポンプとして働きます。これらの構造によって侵食はさらに広範囲に広がります。被験者がする音は SCP-231-JP1 と同等になり、周囲に SCP-231-JP1 と同様の影響を及ぼします。侵食が被験者からある程度離れた箇所まで行われると、肝はその場の物体を消費して筋肉質の組織に包まれたポンプ構造と SCP-231-JP1 と同様の性質を持つ時計、造血器官と推測される内臓を作り侵食を広げていきます。内臓または機械構造を破壊することで被験者を終了させることは可能です。しかし、被験者から離れて形成された機械構造を全て破壊しなければ侵食は止まりません。尾行、SCP-231-JP がもともとあった廃墟で発見された以外には、風化ではない機械構造の稼働による激しい摩耗が発見されました。またこれらの大部分は骨組織以外のもので形成されており、それらは廃墟の建材と特定されました。実験で得られた被験者の遺骸からは実験期間の関係上、摩耗及び骨組織以外の成分の発見は困難でしたが、被験者の体液中の成分がそれに当たると思われます。被験者は周囲の物質を用いて機械構造を修復すると推測されます。また被験者の寿命にも関わりがあるものと類推されます。抜群、現在のところ、これ以上の段階は確認されていません。しかし、被験者によって差異はあるものの段階を経過する時間は前段階より確実に増加する傾向にあります。もし第4段階以上の段階やさらに上の段階が存在するならば、これを観測する多大な時間と SCP-231-JP の侵食に耐え、かつ周囲に影響を与えない実験環境、研究者が SCP-231-JP1 の影響を受けない環境もしくは聴覚的にも精神的にも影響を受けない人員などが必要となります。SCP-231-JP 及びその被験者の研究は続けられるべきですが、被験者を第4段階以上に進める実験は相応の環境が得られるか、侵食や SCP-231-JP1 の影響を確実に抑制する方法が確立されるまで凍結されるべきです。SCP-231-JP1 についての実験報告書、以上。SCP-231-JP1 は外装は木材で作られているにもかかわらず、いかなる損傷、破壊を受け付けません。振り子窓から確認された SCP-231-JP1 の内部は一般的な時計の機構とは大きく異なり、精密な部品が入り組んだ過密な構造をしています。またそれらの部品には錆や摩耗が一切見られません。SCP-231-JP1 から振り子を含むあらゆる部品を取り外す試みは成功しておらず、小型カメラの侵入も不可能だったため、内部の構造は完全に把握されていません。活性化状態の SCP-231-JP1 は最大で24時間。ゼンマイが溶けるまで正確に時を刻み続けます。活性状態の SCP-231-JP1 はゼンマイが溶けるまで非活性化しません。
激しい振動や強い衝撃など外部からの要因では停止せず、振り子の固定や機構に異物を挟み込むなど故意に SCP-231-JP-1 の停止を試みた場合、SCP-231-JP-1 は一時的には停止しますが、数分から数十分の間にそれらの要因を破壊します。SCP-231-JP-2 も SCP-231-JP-1 と同様、破壊や損傷を受け付けません。SCP-231-JP-2 は SCP-231-1-2 のみ使用可能であり、他のゼンマイ時計では使用不可能でした。同様に SCP-231-JP-1 のゼンマイは SCP-231-JP-2 でしか巻くことができません。SCP-231-JP-2 は何者かに所持されていない状態で SCP-231-JP-1 から約5メートル以上離れた場合、瞬時に SCP-231-JP-1 の振り子窓の内部に移動します。所持は生きた脊椎動物の肌や皮膚、体毛など体の一部に直接触れている状態を指します。来歴、SCP-231-JP は、県、村で発見されました。当時、所持していた、市は SCP-231-JP を趣味の登山中に発見した廃墟で見つけ持ち帰ったものと証言しています。市は県の廃墟から SCP-231-JP の他に複数の機械部品を持ち帰っており、そのことを奇妙な噂として聞いたエージェントが確認に向かい SCP-231-JP を発見、収容に至りました。市は一度だけ SCP-231-JP の影響を受けたようですが、それは不注意で SCP-231-JP-1 を落としたことにより、完全に溶けていなかったゼンマイが溶けたごく短い活性状態でした。市は数分から数十分の間だけ睡眠状態に陥り、そのことを気味悪く思った市は SCP-231-JP を家屋の外の物置に収納していました。それ以降、エージェントが収容するまで SCP-231-JP-1 の影響を受けませんでした。SCP-231-JP と廃墟から持ち帰った物品の収容の後、市は記憶処理が行われ、廃墟で発見した物品はすべて、オカルトチックな失神事件の後に処分したと記憶が書き換えられました。ホイ、1、SCP-231-JP-1 に被爆した被験者へのインタビュー記録。対象、B クラス職員 D、23106。インタビュアー、研究員。付記、B、23106は第2段階を48時間経過後に SCP-231-JP-1 の影響を取り除かれ、その後27分後に起床しました。B、23106の睡眠時間の合計は120時間です。その後6日間、通常のコミュニケーションが不可能な異常な興奮状態が続いたため、聴取は B、23106の精神状態が落ち着いてから精神安定剤を処方され行われました。実験終了直後、鎮静剤を用いた上で健康診断が行われましたが、身体的な異常は見られず実験開始直前と同様の健康状態であることが判明しています。録音開始。研究員、では、B、23106、話を聞かせていただきます。B、23106、ああ、わかった。研究員、では、実験開始から、あなたが時計のネジを巻いてからですね。どのようなことがあったか話してもらいます。B、23106、どんなことって言ってもな、あの時計、すっげえでかい音が出たろ。それでびっくりしたんだが、なんか、急に眠たくなったんだよ。力が抜けるっていうか、ああ、もうこれ寝ていいかなって思っちまって。研究員、おかしな質問かもしれませんが、眠っている間に何か変わったことは、例えば夢を見たとか、何か感じたとか。B、23106、本当におかしな質問だな。いや、特に変なことはなかったな。夢も見ないくらいぐっすり寝れた、気がする。
研究員、気がする、とは。B23106。なんていうか、寝たんだよな。俺、すっごいよく寝れたんだ。けど、時間の感覚がないんだよな。ほら、よくあるだろ。夜中に布団入ったらもう朝が来てた。とか、そんな感じなんだ。研究員、そうですか。今もよく眠れますか。B23106。いいや、普通だな、普通。研究員、普通とは。B23106。そりゃ、そうだな。寝てすぐ朝が来るなんて感じじゃなくて、ちゃんと寝た気がするってとこか。夢見たり、夜中に起きちまったり。研究員、そうですか。では、あなたは何度も時計のネジを巻いていましたね。なぜですか？ B23106。なぜって、なんでだろうな。寝足りなかったんだ。寝足りなくてもう一回寝ようとしたんだけど、時計が止まってて、ああ、そうだ。時計を動かしたらまた寝れるって思ったんだ。研究員、なるほど。では実験終了後、あなたが起きた時のことですが、覚えていますか？時計がなくなっていた時のことです。B23106。7秒沈黙。何か、ひどく暴れた気がするんだが、あれ、夢じゃないんだよな。研究員、夢ではありません。その時のことを話してください。B23106。詳しくっても、なんというか夢みたいな感じなんだよな。よく覚えてないんだ。研究員、そうですか。B23106。そういや、あの時計って今どこにあるんだ？なんか、あの時計がなくって、なんか、こう、不安っていうか、そんな感じの気分になったみたいな感じなんだ。なんであんな小時計にそんなこと思ったのかわかんねえけどな。研究員、不安、ですか？ B23106。あれだ。子供の頃ってお気に入りの毛布とか枕とかあったろ。そうそう。落ち着くってのが一番しっくりくるな。あんなバカでかい音なのにな。不思議と落ち着いたんだ。研究員、子供の感触みたいな、ということでしょうか。B23106。そう言われるとなんか嫌な感じだな。まあ、近いもんだと思う。研究員、今もあの時計の音を聞きたいと思いますか。B23106。そりゃ、な。普通に寝るよりあの時計の音を聞きながらの方がよく寝れそうな気がするし。何より落ち着くしな。そうだ、あの時計の実験。とか言うのって俺はまた参加できるのか？研究員、申し訳ありません。私の方から答えることはできません。他には何かありませんか？ないようでしたら、このあたりでインタビューを終わらせていただきますが。B23106。じゃあ、部屋に目覚まし時計とかって用意してくれねえかな？デジタルのじゃなくて、針が動くやつで。研究員、申し訳ありません。私の方からは用意できません。報告だけはしてみます。録音終了。対象、研究員。インタビュアー、博士。不機。研究員は非活性化した SCP-231JP を抱え、サイト内の廊下で倒れているのが発見されました。研究員は実験が終了した SCP-231JP を保管する際に、完全に非活性状態にできていなかった SCP-231JP-1 に被爆したと当初は思われていました。この件で他の SCP オブジェクトへの影響はなく、研究員以外の被爆者はいませんでした。研究員は発見後9分ほどで目を覚まし、簡単な事情説明をした後にインタビューが行われました。録音開始。博士、では、3、少しインタビューさせていただきます。研究員、はい、
5秒沈黙。申し訳ありませんでした。博士、一体何があったのですか？さんはなぜ廊下で寝ていたんですか？研究員、申し訳ありません。私が動かしました。博士、動かした。というのは SCP-231JPO ですか？まさか、一のネジを巻いたんですか？研究員、はい、今、SCP-231JP は？博士、問題なく元の場所へ収容されました。なぜ動かしたのですか？研究員、沈黙。博士、3、答えてください。なぜ、SCP-231JP を動かしたのですか？研究員、申し訳ありません。少し、興味が湧いてしまったんです。実際に聞いたらどんな音で、それで寝れたらどんな感じなんだろうって。博士、それが収容違反だと理解していても、ですか？それにあれで眠り続けた被験者がどうなるかも知っていますよね。研究員、はい、しかし、数分だけなら何ともないはずです。それに、あの辺りは人の出入りも少ないし SCP オブジェクトもないですし。博士、人が少ないから大丈夫というわけでもないでしょう。それにあれの性質を考えれば人がいない方が危険でしょう。少しだけと巻き続けて延々と眠り続けた被験者もいたでしょう。3、あなたが目を覚まして、周りに誰もいなかったら、同じことをしないという保証もないんです。研究員、はい、おっしゃる通りです。博士、不用意な行動ですが、興味以外の理由はありますか？被爆者の記録として残しますので教えてください。研究員、被爆者、5秒沈黙。そうですね。実は、私、ここ最近よく寝れなかったんです。それで、SCP-231JP を使ったらひょっとしたら、って思ってしまって。博士、なるほど。不眠症を解消できるかもしれない、と思ったのですね。それで、実際に聞いて眠ってどんな感じでしたか？研究員、そうですね。確かに寝たはずなんですけど、なんだかあまり寝た気がしないんです。博士、寝た気がしない、とは？研究員、これは、今までの被験者のインタビューでも聞いてきたことなんですけど、寝てすぐ起きたみたいな。目を閉じているうちに一気に時間が経っていたみたいな感じなんです。私は時計、いえ、SCP-231JP1 のネジを巻いて倒れたんですけど、気づいたら医務室にいて、まるで気絶したような感じでした。博士、そうですか、他には？研究員、私はどうなるんでしょうか？ SCP-231JP の実験は？博士、現時点で明確なことは言えませんが、今回の件がオブジェクトによる精神影響の可能性が全くないとも言い切れません。SCP-231JP には依存性も確認されていますし、しばらくは観察期間、というよりも調査期間が置かれることになるでしょう。研究員、そう、ですか。博士、他になければ、これで聴取終了とします。録音終了。終了報告書。音声記録越しに SCP-231JP1 の音を聞いた他の職員に同様の傾向は見られず。本件は SCP-231JP の精神に作用する影響ではなく、研究員個人の資質と推測されます。研究員は SCP-231JP の収容違反及びオブジェクトの指摘利用により、SCP-231JP の実験から外されることになりました。本件の後、SCP-231JP は不眠、か眠りを問わず、睡眠障害を持つ被験者に強く働きかけることが発覚しました。また、研究員は SCP-231JP による影響が懸念され、実験への復帰は見送られることになりました。結局、
彼女の不眠症は SCP-231-JP では治らなかったみたいだけど。博士。ほい、に。市が発見した廃墟は調査の結果、明治末期から昭和初期頃に建てられたものだと判明しました。しかし、不動産登記や建築記録などは発見されず、土地の所有者も存在しない人物でした。廃墟内にも建物や土地の持ち主及び来歴を示す物品、資料は残されておらず、SCP-231-JP の来歴も同様に不明です。廃墟の大部分は SCP-231-JP1 の影響による侵食を受けており、建材や家財道具などの多くが海面上に変化していました。また廃墟内に残されていた遺骸から少なくとも、人が SCP-231-JP1 の影響を受けていたと推測されます。ほい、3、事案231、を受け、SCP-231-JP の実験に参加した財団職員は実験直後に1時間以上の睡眠または休憩をとってください。この時、腕時計や携帯電話を含めアナログ時計の形式で表示される時計が撤去された環境であることを必ず確認してください。